ブラソデ・プラタは、メキシコのプロレスラー。本名、ホセ・アルバラード・ニエベス。父、シャディト・クルスから続くレスリング一家の一員であり、兄弟の多くが共にプロレスラーである。息子のサイコクラウン、マキシも、娘のゴヤ・コングもプロレスラーとして活躍している。その太めの体型から、スペルポルキーの愛称で知られ、WWE に移籍した際には、英語読みのスーパーポーキーを、 リングネームとしていた。シャディトクルスの三番。1977年7月21日、メキシコで覆面レスラーとして、タイベニートフアレスクアウティトランセンでデ,デビュー。長系のブラソでオロとタッグチーム、ロスブラソスを結成。時系のエルブラソがデビューしてからは、オロと共に、ユニット、ロスモスケテロス、デルディアブロを結成。1981年8月。 新日本プロレスに参戦。1985年1月、全日本プロレスに参戦。1988年10月21日、ビジャノ1号が率いるユニット、ロスビジャノスにコントラマッチで敗れて三兄弟ともども、素顔になる。1991年3月10日、ユニバーサルプロレスリングに参戦。6月、イムルに移籍。1996年7月、 東京プロレスに参戦。同年、AAA に移籍。2003年5月5日、総合格闘技に挑戦すべく、ディープに参戦。矢野卓剣と対戦し、2アール24秒、ヒールホールドで敗れた。2005年、WWE に移籍。2006年、CMLL に移籍。その後、AAA に移籍。2009年10月、CMLL に移籍。 2021年7月26日、心臓発作により死去。58歳没。ありがとうございます。